年、明けまして、おめでとうございます。去年は、たくさんの温かいコメントや応援、本当にありがとうございます。まだまだ、リクエストに応えれていない曲もありますが、一つ一つ答えていきますので、これからも、応援、よろしくお願いします。さて、今回は、You Can't Hurry Love、ストレイキャッツバージョンです。この曲は、1966年にシュープリームスが発表したソウルミュージック曲で、ストレイキャッツがロカビリー風にアレンジしました。ほとんどギャロッピングですが、単調にならないように、変化させながら、強弱をつけて弾いています。曲の構成は、こんな感じになっています。まず、赤色で記しているイントロや、エンディング部分は、歯切れよく弾く方がいいでしょう。次に、緑色で記している、A メロの部分から、ギャロッピングになります。そして、B メロですが、A メロにつなげるための重要な部分なので、歌詞を強調させるために、弱く弾きます。そして、ギターソロの後の A メロは、前半はギャロッピングではなく、かなり弱く弾いてください。そして、後半のギャロッピングも、かなり弱く弾くことを意識してください。そうすることによって、B メロ部分がクレシェンドのような感じになり、ラストの A メロが、かなり盛り上がるんです。曲の構成が分かったところで、続いては、強弱の付け方について説明します。弾き3は、親指で弾く場合、主に2箇所を使い分けています。強めの音を出すときは、親指の先端を使い、アップストロークのときは、親指の爪で弾きます。弱い音を出すときは、側面のこの部分を使います。より弱い音を出すときは、ネックの上で弾きます。右手の力の入れ方や、抜き方を意識してみてください。それでは、実践です。Thank you.
おい、今日は前半以外、全然喋ってないんだが。マリサさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます、じゃねえんだよ大体、なんでいつもお前ばっかいいとこばっか持っていくんだよ。全然目立たねえじゃねえかよ。どうしてくれんだよ、イメージカラーが赤だからって調子に乗るんじゃねえよ。大体お前がそんなだからサンタクロースが来ねえんだよ。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。